この動画は観光誘客事業として県が制作したもので、総事業費およそ2000万円です。テーマは県民総出の全力風呂掃除。県内7カ所の温泉を舞台に、ご当地タレントをはじめ0歳から80歳までの県民236人が参加。コロナ禍を乗り越えて観光地が復活した感謝と、来年のおもてなしを期待する喜びを風呂掃除で表現しています。デスティネーションキャンペーンに向けまして、大分がまたにぎわいを取り戻すと、そしてそれにあたって県民でみんなで、おもてなしお迎えをしましょうという、そういうメッセージがよく込められている作品になっているというふうに思います。この PR 動画は今日から特設サイトで公開されていて、明日から13パターンのテレビコマーシャルも放送されます。